こんにちは、浜名湖畔です。最近ミドリシジミのメスが見られるようになりました。この子はミドリシジミのオスです。羽を広げていますね。羽を広げると太陽の光線で緑色や青色に見えます。この子はミドリシジミのメス。羽の模様で A 型と言っております。この子は羽の色が青色に見えますのでオスですね。この子はミドリシジミのメスで、羽の模様で B 型と言っています。ミドリシジミのメスは羽の模様で4つの型に分けることができます。これは A 型、これは B 型、そしてこれが AB 型です。この子は羽の色が黒く O 型と言います。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。